こんにちは。エレファントチャンネル B 面へようこそ。エディターのバンです。今日はすごく久しぶりの投稿になってしまうんですけれども、ついにオフィスツアーをしていきたいと思います。はい、ということで、今私がいるのはエレファントストーンのエントランスです。これから新しくなったオフィスをぐるっと回っていきたいと思います。レッツゴー。はい、ではここからは私の手持ちのカメラでやっていきます。はい、ではまずエントランスに入っていくと、検温していただいたり、そういった場所があります。エントランスでは弊社の新サービス、ひと手間やおたけびの CM が流れていますね。ではまず最初の会議室、アフリカゾーンに入っていきます。エレファントストーンなのでゾーンにちなんだ名前の会議室になってます。ご覧ください、このアフリカ感。こちら進んでいくと、ここは編集室ですね。こんな感じでカラコレに特化した部屋になってます。こちら進んでいくと、ここがサバンナという空間になってます。ここでお昼を食べたり休憩を取ったりしています。おや、今まだ定時前なんですが、誰かいらっしゃいますね。おはようございます。おはようございます。プロデューサーのビア島さんです。おはようございます。おはようございます。朝からご苦労様です。ありがとうございます。どうですか、新しいオフィスの使い心地は。そうですね、開放感がありますよね、やっぱり。開放感、はい。前はなんか執務室1個だけだ、1個だけの中に会議室とかあったんですけど、今会議室は別フロアになってるんで、はいはいはい、めちゃめちゃその空きスペースがあって、見てください、これもうね、今まあ誰もいないから開放感ありますけど、普通に開放感があるっていう、みんなお昼ここで食べたり、リラックスできるスペース、いいですよね。すごいですね。そしてこのオアシスにふさわしいこの色具合、色具合、緑を基調とした、うっそうとしたと、うっそう。壁を、はい、ここでは最近納品した作品とか、皆さんの自信作を流したりしています。今ちょっと流れてないですね、すみません。ここはサバンナの中のオアシスということで、こんなネオンがついていて、おしゃれな空間になってます。ピア島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。青山ブックセンターさんに毎月セレクトしていただいて本が並んでおります。映像に関する本だったり、デザインに関する本だったり、はい、こちらを抜けていくとまた別の会議室があります。ここはマンモスですね。マンモスという名前にふさわしく涼しげな空間になってます。そしてここの見どころは、なんといってもこの牙、
ここはコートをかけたりできるらしいんですけど、まだ誰も使ったことがなさそうなので、皆さんぜひ使ってみてください。ここは一番広い会議室になってます。